パーチャマでございます。今日はね、大事な話がね、一個あって、というか報告が。報告？なんかチャマがね、最近弱い弱い、だ言われてて、なんでかなって思って、チャマのね、ディスプレイ、パソコンじゃない、ゲームの画面を映してる、映像を映してる、まあ、テレビみたいなディスプレイ。ゲーミングディスプレイつってね、ゲーミング用に表示遅延が少ないやつ。やってたんだけど、なんかね、なんか俺いじったのかわかんないけど、ものすごい遅延するようになって、テレビぐらい、普通のテレビぐらい遅延するようになってて、だからこうドリブルで取られやすくなってたのかなと。いつ頃なってたんだと。まあそれをね、改善したらさっきの試合からドリブルがね、スイスイ行くようになったんで、まあたまたまうまくいってるだけなのか、遅延のおかげでドリブルが復活したのか、刮目せよという動画でね、ちゃんま復活みたいな感じで動画撮ろうと思ったら、急にお腹が痛くなってきて、今にもトイレに行きたい、そんな状態でございます。油汗かきながらやっていこうと思います。パーということでね、来ましたね。ぜひぜひチャマのドリブルが復活しますように、そしてチャマのお腹が持ちますように。ミュラー、ネイマール、ベイル、あれ、シロア、サンチェスとメッシ、行きましょう。お願いいたします。なんかね、気のせいなのか知らんけど、こう、なんだろうね、入力が綺麗に入っているような気がします。パー行きましょう。やったるでと、お願いいたしますと。これがどうなんだろうな。でもね、さっきね、なんか 目に効くと言われるビタミン剤をね、飲んだっていうのもあってね、それの効果なのかな。よく見えると、これなんかこう、やっぱドリブルがね、綺麗に入ってるような、今ちょっとパスするんだよね。動きがね、ちょっと変わってんじゃないの。どう、あんま変わんないか。いやー、一番奥だったよね、今ね、6辺出したつもりだったのに。どうでしょう、こう入力がね、いつもより綺麗に入って分かりやすくなってるような気もする。しかしマティッチではさすがにこねれないか。あ、これな、これもうちょっと横に入ってほしいんだけど。いや、ちょ、あそこでこう、やっぱ向きたいよね、ちゃんと体勢を整えて。ほう、ここは OK、 呼んでいる。ここは大丈夫、ここはもう、マティッチにお任せよ。ちゃんとこう入ってるような気がするんだけどね。どうでしょうか、見た感じ変わってますでしょうか。結構変わってるような気もするけど、気のせいなのかな。入った、ベイルやべえなマジで。そっか、ベイルは右足利きだからね。あれ、右、左か、あ、左か、左足利きだから、まあでも右で入ったな。利き足だから入ったんだねって言おうとしたけど、左だよね確かね。本来は左サイドで使った方がクロスとかの精度もいいはずだもんね。ここマティッチなんだよな、マティッチ。えらい、ゲージ貯めてからが遅かったね。でもこうなるとね、いらんコネコネまでしちゃいそうで大変なんだよね。いやー、入んないか。あ、オフか。そして超気持ちよかったのに今の。いや、オフだな、ギリギリのとこ行けたと思ったけど、なんとなくドリブルの仕方が戻ってきたような気もします。まあでも数試合だからね、この俺が勘違いしてなんかうまくいかないなって思いつつ、普通のドリブルというかね、ずれたドリブルを多分してたんでしょうから、
それがね、それをどのくらいの取り戻せるか。ああ今抜けないか。だいぶ仕上がってきてるな。でもくそー、今のはちょっとタイミングをね、一テンポ中堅を入れて遅らしたつもりだったが、あまり意味がなかったか。おー、うまい、浮かした。いやー、これはまずい。おー、ナイス、ここ通る。頼むで頼むで。あー、これ抜けないか。楽しくなってきたんだけど、ドリブルがいらない。コネコネまでしちゃいそうだな。これは防いでほしいね。 OK、 あ、オフだ。あれどうしようね。パス出してか、走らせてパス出すとあのタイミングで出せないから、もういらないのかな、ムービング。でもたまにね、走ると見せかけて走んないパターンの時あるからさ。オーケー、シューキャンでね、一個ずらせて入れるかなと思ったけど、無理でございました。そう、出せないか。お、あるあるある、ない。ロペーン、ここで前向けたらもう360度というか、右も左もどっちもいけるから、相手の動きに合わせてずらせるんだけど、ナイス。なんとかマックスで、ただマックスで蹴ってるだけなのかな。とっ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 と、これはフラスルだったか。あ、取れる、ナイス。ダッシュ頑張れ、ダッシュ頑張れ。マティッチ、いや、マティッチゲーができない。はい、今のいらんね。今の謎にあそこからグラウンダークロス上げちゃったけど、あんま意味ない。しかしこれドリブルがうまくいってるような気はするけど、シュートまではいけてないな。何がいけないんだろう。あそこでやっぱドリブルこねながらもフラスルを見るというしね、ドリブルこねようと思ったらやっぱりこう近くを見ちゃうからね、近くを。こねで、なんでこねるのとフラスルの相性がいいかっていうと、こねられるとやっぱ人間取りたくなっちゃう。で、相手の視野が狭まるというね。だからこの時にどんどんその相手の視野が狭くなった時に、こっちは視野広く見てるでっていうのがしたいんだよね。いやー、これきつい。おお、頑張れ。いやー、おー、危ねえ、危ないな。あれちょっと苦手なんだよな、あの対応が。さあ、やっぱこねられると取りたくなっちゃうと。ネイマー、頼む。無理か、取れたんだよな。カーソル変えなきゃよかったな。あ、違う、これ取れる。あ、三角か。よし、ベイル、ちょっと待って、オフか。今ちょっと意識しちゃったね。フラスル出す前にこねるみたいなのを意識しすぎて完全にオフだったな。こねながら、こねながらフラスルもできないもんね。マティッチがこれたまにね、足出さない時あるね。お前出したら取れるよっていう時に、ウェイ、ウェイタス。あ、これ取ってほしい、これ取ってほしいな。まずいね、アブノーマルやね。今何分？スパサブ出していい？出すよ。ロッペン、ネイマールが疲れてるから、ロッペン、リベリー、ここでミュラー、ロッペン変えるか。
で、マティッチ、まだスタミナパンパンだけど、さよならしよう。ちょっとヘディングはあんま勝ててなかったしね。まあ、1回しか上げてないけど。よし、行こう。集中やな。ここは集中していこう。でかいやつがあんまいないな。キーパー出すか？キーパー出すか？いえ。ブッソン。手出さなかったよ。今出したら取れてたんじゃないの？ヘイヘイヘイ。これは。OK。勝つ。ミュラー勝つ。あ、ないか。もっとなんかこう入るときはさ、ズドンってこう、ズバシュって感じだね。これ今ちょっと早いけど、ふわーんって感じあったもんな。やられたね。OK。あ、出せない。あれ、最後触ったんじゃない？ああ、相手か。これ怖いな。ブッフォン頼む。いやー危ねー。逃げたからかな今ボールが。逃げたから取らなかったのかな。途中でなんかスピードダウンしたけど。ブッフォン大丈夫かしら。いや違う、あれだよ、あれを出したいんだよ俺は。あれを出してんだよ、あのシザーズ曲がりみたいな。これが出したいんだよ。OK。 いやーミラー取ってくれ。さすがにここからはよし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 、いい守れてる。ドリブルもね、どんどんこねていく。こねる意識大事。フラッスルが好きなんだよね。でもね、オーケー、あるよあるよ。これトラップ。いやー今のはちょっと伸びすぎちゃったのかな。トラップ取れないよ。あっちに行っちゃったよ。ここはベイル行ってほしい。取りたいけど結構相手にこねられてるね。しかしシュートは打たせないと。その守備できてたらまだ安心やな。これはギリいったんじゃない。ギリ取ったんじゃない。いやーくそ、いい感じでロナウドが飛び出しに関しては良かったけど取れてねえのかよ。 OK。これまずい。カルバハル頼む。よし、オッケーオフ。落ち着いてる、落ち着いていこう。ちゃまムーン、これはロナウディ。よし落とせ。あー意外とやっぱこうなんだろうね、パスがよ、ゲージが足りてない時あるね。あ、オフになった。出した瞬間、ゲージにボタン押した瞬間、グイー行っちゃったよ。ミュラちゃん。あれ、あ、もう俺変えられないか。ベイル、リベリ。あ、でも闘争心あるからいいか。リベリは闘争心があるからいいと。あ、ロナウドとミュラもうちょっと近づけて二人でワンツーできるようにしとけばよかったな。OK。出せないか。さあ、ドリが帰ってきたのか、チャーマの。チャーマのドリは帰ってきたのか。ここ足で出してほしいんだけどね。怖い怖い。あー危ねえ。いや危ねえ。コミラ勝て。うさんくささで。まあ、勝て。出てこないね。頼む。あ、来た。はい。ドーン。よっしゃ。これやな。
ロナウディありがとう、ロナウディありがとう。これでまあシュートとかパスとかの精度も上がればいいんだけど、入力が正しくなってね、やっぱ行かないな。横に倒してるつもりなの、まっすぐになっちゃうんだよねあれ、入力がね。まあおかしいけど、どうでしょうか。でもそんなに対象はしてないね。ドリブルで結構剥がせるようにはなってるけど、対象はしてないですね。まあええやろ。でもちょっとずつ回復の兆し見せているんではありませんでしょうか。このドリブルをしながらフラスルとかね、パスの、状況、周りの状況ももっと判断ができるようになったらいいなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。